と塗られているのが結局は100キロワグマ、結局は100キロワグマ、アジアに分布する、ここにはアジアに、でその中で日本にいるものを日本月ワグマという、50世紀もあるんだ、北海道クマがいるんですあると思う、月ワグマではなくて、月ワグマは二回りくらい体の大きい月ワグマ、今季節は春ですよね。春は食物を普通に始めるので、そのタイミングに合わせて飲み払うのを目指して今ちょうど活動を始めた頃なので、話をしたので今からスキーに協力をしてもらって、クマの口の中を見てもらいたいと思いますが、ちょっとねまだカールちゃんかけてるので、テクエンの人が少々見つかる、出てこいな。